moments are the important moments that connect us. 杞憂名古屋。皆さんこんばんは。5月28日火曜日午後10時となりました。 FM79.7MHz コールサイン JOZZ0CGFM FM ギノワの電波をお借りして、名古屋にあるダンサーズスタジオから旧名古屋お送りいたします。ですね、ツイキャスご覧の皆様はお分かりかと思うんですけども、今日あの男行方不明です。はい、はい、私オープニングトーク初めてなんですけど、そうですね、はい、改めまして、踊りの経験ゼロ名古屋のダンサーズと言います。いや、隣がですね、何かクリーンな感じがしてですね、彼がいない感じで、どうなんですか。はい、やっぱりいつもいる滑り王子がいないと、なんとなく物足りないような気がするのは私だけでしょうかね。いや、どう いればいるでいろいろ面倒なんですけど、はい、いなければいないでなんだか変な感じがします。イソニコミスキです。はい、はい、いや、まあいないっていうことなんですが、うん、まあいないなりにですね、まあ、この男ですね、うん、まあどとまあ、ご覧の通り今逃走中となってるんですけども、はい、まああちらの方に行っちゃってるんでしょうかね、いつもの夜のお店の方に。いやーですかね、やっぱり今日はね、琉球ゴールデンキングスが負けて悔しくって、はい、うん、やけ酒でもしてるんでしょうかね。いや、そんなやわなメンタルではないと思いますけども。はい、はい、まあ今日は2人でお届けします、はい、今夜のテーマはミラー鏡です。メールアドレスは kiyu@kiyu.nagoya です。 kiyu@kiyu.nagoya です。この番組はツイキャスライブでも配信しています。ツイキャスのサイトから FM ギノワンで検索してください。またインターネットラジオ配信サイトマイチューナラジオからも放送しています。マイチューナラジオアプリまたはマイチューナラジオサイトから FM ギノワンで検索してください。本日電話ゲストコーナーがあります。東海協和株式会社国内物流部執行役員石田明さんです。22時13分頃からとなります。名古屋は栄養コーナー22時38分頃からとなります。キウ名古屋、この番組は陸上海上輸送一貫サポート名古屋東海協和、経営者様の困りごとはリテールクリエイト社会保険労務士法人、相続等でお困りごと相談は税理士法人ベスタックス、個人スポンサーさんです。グレン・レイナさん、名誉総裁賞を受賞、首里饅頭、那覇首里、中村製菓、アートワークウェブサイト、FMJG、お小遣いで買えるお菓子がいっぱい、那覇市長田、おやつと軽食の店、夢屋、タイ古式オイルリンパトリートメントのリラクゼーション、サロン、なごみ、ネットワークカメラ、録画システムのことなら、D グラッド、個人スポーサーさんです、真っ赤なメルセデスさん、以上各社の提供で名古屋市内にあるダンサーズスタジオからお送りいたします。キウ名古屋、私ども東海協和の国内物流部は名古屋から北は北海道、南は沖縄まで最適な物流サービスを提供しております。安心確実迅速をモットーに創意工夫を凝らし、お客様の個々のニーズに応え、心で届ける物流で皆様の暮らしをつなげていきます。どんな形状大きさの輸送もお任せください。
これからも皆様の心強い物流パートナーとして、お問い合わせは電話 052-389-7817 東海協和まで。イテールクリエイト社会保険労務士法人は、小売業、コンビニエンスストアに特化した日本でも数少ない社会保険労務士事務所です。全国の小売業、コンビニオーナーの皆さんが抱えるお困りごとに寄り添い、問題解決いたします。人が集まらない、どうやって育てればいいんだろう、従業員の働きがいにつながるアイデアはないかなど、小さなことでもお気軽にご相談ください。お問い合わせは電話 03-5357-1182 またはコンビニ社労士で検索。相続対策は万全ですか？税理士法人ベスタックスは、財産カウンセリングにおいて相続に関するお悩みを問題解決し、最善のご提案をいたします。大切な家族と争わないために、事前の準備から相続の発生後まで、信頼できる相談相手として全力でサポートいたします。相続、税金、手続きなど少しでも不安な皆様、ぜひ経験豊富なベスタックスにご相談ください。お問い合わせは電話 03-6421-2296 またはベスタックス相続で検索。キウナ名古屋。はい、とってもツイキャスがざわざわしていますその前にですね、はい、今お聞きいただきました CM で、はい、ベスタックスさん新しい CM になりました。は、本当ですね。はい、20秒から40秒に変わっておりますので、ロングバージョンになりました。はい、はい、ということは短い、あ、もうこれ以前もお話ししてましたけども、はい、6月から正式にプレミアムスポンサーになりました。ありがとうございます。ありがとうございます。そして CM も40秒バージョンになりましたね、はい、そうですね、ね、はい、前々からですね、なぜ短いのというこのね、 CM の時間短いのというふうに言われてましたのでそうでした、はい、そうでした。 ご希望にお答えしまして、40秒 CM とさせていただきました。はいはい、スビリゼリシ山中ゼリシさんの方からですね、強いご希望でさせていただきましたので、はい、気に入っていただいたのかなということで、はい、ね、でもまたヤスさんが、ね、CM を、そうですね、ね、はい、スペシャルバージョンで、はい、ね、声を入れてくださいましたので、ありがとうございます、はい、いいですね、はいはい、ツイキャスなんですけれども、はい、高坊さんこんばんは。おうち退場で出演停止になったのって、停止ってどっか行っちゃいましたで、それともキングスの応援に行ってたって、ほらみんなほらね、やっぱり気になってますよね、琉球ゴールデンキングス。まあ気になるんですけども、はい、彼はそバスケって見すぎなんですか ね, ね、そこ知らないんですけど、野球はね好きみたいなんですよ。あ、そうですね、野球好きですよね。はい、うん、ということでですね、沖縄大好きさんが、はい、こんばん名古屋って、あれ王子はえってなってますよ。あ、はい、逃げました、逃げました、はい。でカープボーイさんが、みそにこみすきさん、ダンサーさん、ひげをそってもやくみつるさん、皆さんこんばんは。こんばんは。そっちの天気はどんなかな。ですね、はい、暴風です。いや今日ね本当に、はい、なんか台風が来るっていう時よりも、うん、風と雨すごかったですよ。すごかったですよ、ね、昼本当に台風並みだったんですよ ね, ですね、もう台風みたいですよね本当に、うんうん、もう傘なんてさせませんし、うん、そうなんですよ、ね、もう長靴履いていきましたから。今日はちょっとね、うん、車運転されてる方はご存知だと思いますけど、はい、ワイパーマックスでした。あーね、それじゃないと昼本当にびっくりでしたよ、うん、はいはい、じゃあで台風それたって言ってたけど結構荒れてる、こっちはキングス負けましたね、広島意外な強さだったなということで、はい、そうなんですよ。でペーターさんが、あ、滑り出し放送って、あ、
いやー、味噌煮込みスキーが滑るかもしれないですけどもねえ、ちょっと誰か滑りそうですよね、うん、はい。で、あんつばさんもこんばんは、あれって、うん、で、たかぼさんが滑らかな気の流れを感じますねって。そうですね、本当にナチュラルなポン出しが使えるんじゃないかなとあるべき姿のものが使えるから、あるべき姿のものが、はい、はい。で、あんつばさんがカニ漁船に乗せられたって。あ、カニ光線ですね、まさに。で、沖縄崎さん、逃走中ハンターに追われてるって。あ、そうですね、お店の方に追われるかもしれないですよねハンターね、ありましたよね、はい、タンポイさんが逃走中じゃあ指令出してハンター20人追加して連れ戻せって、うん、で、あんつぼさん、愛知県のハンター全員出動って。はい、ということでですね、はい、はい、ちょっとお時間ですので、はい、はい、すいません、メールの方は、はい、後ほどご紹介させていただくと思います。ということで、この後ですね、電話ゲストです、東海共和の石田さん登場です。はい、キウナ名古屋。中村製菓は那覇首里に創業して64年、月桃や泡盛など激戦素材で作り上げた首里饅頭とくんぴん、こだわりの琉球菓子をご賞味ください。ユーレール首里駅から徒歩3分、電話 098-884-5901。 中村製菓。 FMJG アートワークウェブサイトオープン。オリジナルモノクロキャラクターアンドオブジェクトの実験的ミュージアム、ご訪問は fmjg.jp まで。ただいま独自企画品開発中。おやつと軽食の店夢屋。那覇市長田にあるおやつと軽食の店夢屋は、あなたの町のお菓子屋さん。お小遣いで買えるお菓子でいっぱい。沖縄大学から徒歩2分。詳しい場所は地図アプリで検索。リラクゼーションのゴミは客様に合わせた施術をしています。疲れてるから癒されたい、腰が最近痛いといったことなど幅広くサポート。体験したことのない施術をお約束いたします。お問い合わせは名古屋市緑区リラクゼーションサロンのゴミで検索。 Eグラッドはネットワークカメラシステム、ポップシステムの開発製造販売をしています。お見積もりから設置運用までワンスポットサポート、安心のセキュリティをお約束いたします。お問い合わせは Dグラッドで検索。キウナ名古屋。電話ゲストのコーナーです。本日は東海共和株式会社国内物流部執行役員石田明さんです。こんばんは。どうもこんばんは、ご無沙汰してます。ご無沙汰しております。はい、初めてお聞きになられる方もいらっしゃるかと思いますので、石田さん、簡単な自己紹介の方お願いしてもよろしかったですか。はい、私どもですね、今回、桐永さんのスポンサーもさせていただいてます、名古屋港に基盤を抱えております東海共和と申します。で、まあ、何をしているかってなりますとですね、主に、まあ、名古屋港を起点とした物流業を営んでまして、まあ、メインは国際の輸出輸入関係、あと私どもが取り扱ってます国内関係、あと名古屋港全体の、まあ、ターミナルとか港に関わる作業全般を、まあ、名古屋港でやっていると、そういう会社でございます。ありがとうございます。なかなか石田さんの方も、ごめんなさい、石田さんの方もね、物流に携わるってことはあまりないかと思うんですけど、まあ、毎回同じような話になっちゃうんですけど、もし物流のことで海上輸送を使っていただけるときには当社の方にお声掛けいただけると思います。ありがとうございます。お願いします。よろしくお願いいたします。今日ですね、名古屋は大雨だったんですけども、
伊沢さんはもうあの事務所の方にいらっしゃったんですか？ちょうどですね、さっきもね、あのダンサーさんおっしゃられたんですけど、はい、お昼休み食事に行くのがいけなくて、はあ、はい、でもやまないからね、もう車に乗って行くんですけど、その車に行くまでもずぶ濡れになって、食事しに行ったという思い出ですね。はあ、そうなんですね。私あの、まあ、仕事でですね、あの愛知県に南知多町というところがあるんですけども、まあ、そこにいたんですけども、もう昼過ぎ、とにかくもう台風のような暴風でして、あのちょうどですね、こちらも海に近いところでしたので、もう風がもろ当たるような状況でしたので、伊沢さんのところもかなり海風が強かったんじゃないかなと思ったんですけど、どうでしょうか？先ほど三沢美月さんもおっしゃったんだけど、本当台風みたいな、ね、風雨で、結構ね、うちの作業でトラックなんかもね、いろいろあっち行ったりこっち行ったり回してるんですけど、はい、結構ドラッグのやつ帰ってきたりとかして、はい、ちょっと大変でしたよね。そうですね。ただ、はい、1時間ぐらいなのかな、ピークはね。はい、お昼からちょっと小康状態で、もう今になるともう青空がね、まあ、天候もこれで回復するような感じなんで、はい、まあ、週末の台風1号の前の台風 0.5 号ぐらいな、ね、感じの風雨でしたね。いやー、この梅雨に入る前にこんな天気になるとは想像してなかったんですけども、いや実は台風が今近づいてまして、今リスナーさんでもいらっしゃいます、あんつばさんがいる南大東島にも近づいてるという風ですので、いやちょっとですね、まあ、沖縄の方でもかなり雨が降るんではないかということで、まあ、リスナーの皆さんもぜひ気をつけていただければと思うんですけども、やはりこういった輸送東海共和さんの場合ですと、コンテナのね、積み下ろしなどもあると思うんですけど、雨の日って大変じゃないですか？確かに特に現場に立つね、作業者の方々も大変なんですけど、はい、ただ私はやっぱりこういった物流で担ってて、特に沖縄のエリアの方ですと、やっぱり船を使って輸送がね、軸になるもんですから、やっぱりこういった時に台風なんか来たとどうしても船が止まったりして ね、 そうですね、結構輸送にねご迷惑をかけてしまうので、うん、まあ、なんとかそれがねない時期がいいんですけど、どうしても台風って、まあ、残念なことで進行ルートがどうしても沖縄からね本州に向けてっていうルートがメインになると、ちょっとこの週末なんかもちょっと船の動静がねスケジュールが乱れないかなっていうと心配もしてるんですけど、まあ、なんとか無事にね荷物が届けばというところを願っておる次第であります。そうですね、本当に去年ですね、沖縄の方で台風が2回 U ターンして帰ってきた台風があったんですけども、はい、その時なんかです、もう1週間以上物流何もできなかったっていう大変なことがありましたので、本当にこういった海運関係のね、お仕事されてる方はもう本当に胃が痛いんじゃないかなと思いますよね。おっしゃる通りなんですよね。ただ、最終的にねお客さんのところに荷物が届けてね、まあ、最終ドライバーの方にありがとうとかねそう言っていただくのが、私のいっぱい行くね次のやる気にもつながっていくところがあるので、まあ、ただ天候だけにはね左右される仕事で申し訳ないんですけど、まあ、荷物を待っていただければと思ってますので、また引き続きよろしくお願いします。そうですね、はい、はい、実はちょっと私去年の11月なんですけども、急なごぼうというオフ会をさせていただきまして、東海共和さんの方にもかなりご支援の方をいただいたんですけども、一覧さんの方も会の方にお越しいただきまして、その説はありがとうございました。いやいや、こちらこそ にぎわせばかりでね申し訳ないです。まあ、統一は船会社さんの方もですね、私ども代理店のさせていただいてマレーフリーさんの土屋さんという担当所長の方もですね同席していただいて、いいアピールセールスもできたんで、まあ、こちらこそ本当にありがとうございました。ありがとうございます。本当ね、沖縄の皆様の本当に馴染み深いマルエフェリーさんもの名古屋営業所の所長様の方もお越しいただいたということで、すごく盛り上がったんですけど、どうですか会ですけども、率直なご意見ございますか？まあ、結構にぎやかで、で私と違うところラジオ そのリスナーさんの参加っていう自体のああいった会合でオフ会っていうか初めてだったんですけど、はい、結構皆さんね盛り上がる形で結構楽しませていただきました。また次回も
あればぜひ参加させていただければと思っています。ありがとうございます。あの時ですね、あの沖縄の方からあのきんぴらごぼうというねあのお笑いあのコンビが、まあ、FM 宜野湾でも喋ってるあのお二人なんですけどもお越しいただいて、いや実は私あの本当にあの彼らの、コントですね初めて見たんですけども、いやあいった生で見ると面白いですよね。本当にそうですよね。あの言われ私も正直存じ上げなかったんですけど、やっぱりそこの目の前でやってるコントって本当に、まあ、即興もあるかもしれないですけど、あれだけよくアドリブも含めてね場を盛り上げていただいたんで本当に楽しかったです。よかったですね。あの私もあの会いた経験初めてだったので横で本当にゲラゲラ笑わさせていただいたんですけども、まあ、同じようにですねあの笑ってたものが今隣の隣にいますので変わります。はい、ご無沙汰しております、味噌煮込み好きでございます。どうもご無沙汰でございます。はい、今日は1名で、ね、逃走中なんで、そうですよね、言われるんですけど、まあ、お二人は十分かと思います。ただ逃走中の方が聞いてみると怒られるんでこれまでにします。逃走しながら聞いてるかもしれないですけれどもね、はい、ね、初めてちょっと石田さんにお会いすることができてちょっと嬉しく思っております。ね、昨年の喜友名ごぼうでは本当にありがとうございました。お越しいただきましてこちらこそありがとうございました。ありがとうございます。実物を見ながらよかったかもしれないんですけどね。いやいやいや、やっぱりね実際にお会いできて本当に嬉しかったです。ね、またね、マルエフェリーのね土屋所長様にもねお越しいただきまして、いやなんかすっかりね盛り上げていただきまして、またね素敵なこう景品も、ね、ご用意いただきましてありがとうございました。とんでございません。ありがとうございます。こちらこそ。ありがとうございます。先ほど沖縄のその物流のことをおっしゃってたんですけれども、北海道の方にもね航路があるということで、そちらの方も詳しくお聞かせいただけますか？はい、沖縄航路はですね、まあ、先ほどからお話しいただいている、はい、船会社さんのマレーフェリーさんというところの船会社さんの、はい、航路をうちで使わせてもらって輸送しております。はい、で北海道の航路はこれ船会社がまた変わるんですけど、そうなんですね、こちらの東京日本社があります栗林商船さんというところで、まあ、これも北海道にゆかりである船会社さんで、はい、まあ、その部分の、はい、荷物の輸送を、まあ、名古屋港を起点として加工させてもらっています。あ、なるほど。だからあれですね、沖縄だけではなくそれこそ北は北海道、南は沖縄までということで全国というね、で輸送っていうかね、その荷物を運ぶというところですよね。はい、おっしゃる通りですね。船を使っていく航路は全て網羅できてるつもりであるので、うん、まあ、主軸としてはその2社の船会社がメインにはなるんですけど、はい、九州航路とか、うん、裏日本の、日本海側の航路なんかも取り次ぎもできますので、はい、まあ、物流のご用命があればなんなりとお声掛けいただければと思いますですね。もう全国にね、こう運ぶことを輸送するっていうことがね、またちょっと強みでありますよね。はい、特に昨今、はい、ね、皆さんも見にされるかもしれないですけど、2024年問題、はい、何ぞやなっていうところもあったりも、ね、する方もお見えになると思うんですけど、まあ、簡単に言うと、まあドライバーさんの、そうですね、まあ、時間外の削減というところを考えると、はい、まあ、陸送で何時間も走るよりも、まあ、船で行けるところは船を使ってというところで、まあ、環境も優しい、いわゆるCO2 削減のモーダルシフトにもつながりますので、はい、まあ、そういった物流の見直しも含めて、まあ、何かね、お仕事の改善なりのヒントになればというところもありますので、はい、またぜひお掛けいただければと思います。そうですね、またトラックよりもですね、はい、やはりたくさん運べるというのも利点ですよね。はい、そうですね、はい、はい、本当に2024年問題で海上やあと鉄道やまあ、航空便とかも今注目されておりまして、本当に今その注目されているもう旬なところが今東海共和さんの今お仕事かなと思いますね。ありがとうございます。そうですね、はい、で実はですね、今これはですね石田さん宛てのメールかなと思います。はい、はい、ちょっとお読みさせていただきますね。はい、ご無沙汰です。
ラルフ山でって書いてある、ラジオネームです。ありがとうございます。名古屋でお会いできなく沖縄で お会いできて幸せでした。あ、これは私宛てですね。ラルフさん、私琉球放送 RBC アイラジオのイベントでお会いしたことがありましたので、はい、はい、そのことだと思います。沖縄でお会いできて幸せでした。今日東海今日は石田さん出演と聞きメールしました。笑い笑い聞いてます。なんで笑い笑いなんですか。石田さん笑、山田さん笑ってますけど。笑われてますね。いや実はですね、今日ちょっとね、旬な話題出ないんですけど、はい、まあ、個人的にちょっと話になっちゃうんですけど、はい、この、まあ、山根さん、ちょっとお名前を、ね、出されていただいてるんで、あれだったんですが、名古屋の方でですね、まあ、JTA さんという、いわゆる会科ですね、私どもでいうところの、まあ、うちは国内もやってるんですけど、はい、山根さんの、まあ、代表されてみるんですけど、JTA さんの。山根さんのお仕事は、どちらかというと国際の、まあ、輸出入の、まあ、個人の扱いなんかを特に得意とされて見えてですね、結構私どものつながりもまあありまして、はい、お客さんを紹介していただいたりとか、私の個人のお客さんをつないだりとかいうところで、うん、まあ、お仕事のパートナーでもあります。で、実は今日はちょうどタイミングがあったんですけど、ちょうど沖縄への輸送のね、相談を受けてるときに、はい、ちょっと電話の最後のあたりにさらっと桐永さんに出られるのというコメントをいただきましてですびっくりしたというのが、今日の、まあ、今日ちょっと外で対策していただこうと思ったんですけど、はい、まあ、メールも頂戴してね、申し訳なかったんですが、マスクマさんたちともね、お会いになったということも伺って、まあ、多分ね、山根さん聞いてますかっていうのも、私が言うのも変なんですけど、いつもお世話になっておりましてですね、はい、引き続きね、お仕事のパートナーとして、また、近い将来もしかしたら、桐永さんのスポンサーにも、なっていただけるキューゴさんかもしれないんで、またぜひ、嬉しいですね、応援していただけると思いますんで、援護射撃はしますので、ありがとうございます。ラウルさん、はい、もしスポンサーご検討いただけるんでしたら、メールお待ちしておりますので、お待ちしております。はい、先ほどお送りいただいたメールアドレスでいただければ、私、すぐご返事させていただきます。はい。はい、いやでもこうやってね、思わぬところでというかね、はい、素敵なつながりがね、ありまして、はい、荷物もね、こうつながり、ま、人と人とのつながりですけれどもね、こうしてラジオでもつながれるっていうのは本当に素敵なことですね。本当そうです。本当にね、私ども船で荷物をね、物流というところでつながさせていただいてるんですけど、この電波に乗ってね、はい、いろんな方が本当聞いていただいてて、まあ、まさか近いお客さんがね、いつの方も存じ上げずで。で特にラブさんの方は昔からやはり、はい、FM ギロワさんかな、まあ、沖縄の基地局のね、いろんなラジオもね、リスナーとして聞かれてみるということもお聞きしてますので、まあ、今後そういったところから、お仕事もそうであり、こういったラジオのね、つながりが持てればと思ってますんで、また引き続きよろしくお願いします。そうですね、私も12月に初めてお会いしたんですけども、ね、まあ、ツイッター旧ツイッター X の方でラジオイベントのつぶやきをしたら、ラルフさんの方から反応がありまして、で今会場にいるということ を聞かれて、いますよって言ったら、どこだどこだどこだってなって、で結局出入り口のところでお会いして、実は私ラジオリスナーでこうラルフと言いますというふうなことをご紹介いただいて、あ、私名古屋のダンサーズと言いますということで、まあ、同じ名古屋で住んでまた一緒にラジオ盛り上げていきましょうというようなお話で終わったんですけども、いや、まさかこういった形でですね、お話がしかも石田さんの方からいただくというのはもう本当に、ね、お仕事の方でもつながられて ね、予想外でしたね、本当にありがたいですね、こうやってご縁でね、つながって、あと本当に、この、ね、JTA 代表の山田さん、ね、はい、ラグさんなんですけど、はい、結構お仕事もすごいアグレッシブで、フットワークも軽くて、今回、ね、昨年のそのイベントで沖縄で、ね、会われたということなんですけど、結構沖縄もお仕事で出向かれたりとか、はい、私も同様に北海道とかのね、お仕事でも結構日本全国回ってみたりもするので、またそういった部分ではね、いろんな部分のお仕事のね、これつながりも持ってればというところも思っておる次第であります。そうですね、本当にこういった、はい、いつどこでどういったご縁があるかっていうのがね、本当ですね、本当にこういったつながりってもすごく面白いなと思います。はい、
おっしゃる通りです。はい。ということでですね、はい、最後にですけど、もう一度ですね、石田さんのところの、またこういった、ね、お話などあるかもしれませんので、石田さんのところの、事務所のお電話番号をよろしければ、こちらの方の今お電話番号の方をお伝えいただきたいんですけども、いいでしょうか。はい、私どもその東海共和という会社で、今名古屋市港区の方に事務所構えております。で、国内の部門舞台になるんですが、名古屋052-389-7817になります。はい、052-389-7817、こちらの方でですね、ぜひ、お荷物の沖縄に運びたい、北海道に運びたいというお話ありましたら、またもしね、実現しなくてご紹介という形になるかもしれませんけども、うん、はい、ぜひ、とってもね、こう、うん、大きなものとか、また特殊な形のものとかね、はい、そういうのもね、得意とするというか、ね、そうですね、ぜひお問い合わせいただければと思います。石田さん、お時間となりました。はい、ありがとうございます。お時間となりました。すいません、喋りすぎちゃいまして、ちょっと予定のお時間オーバーしてしまいまして申し訳ございません。ごめんなさい、すいません。とんでもないです。はい、またですね、引き続きですね、またご支援の方よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。放送中のマスクマンさんにもよろしくお伝えできまして、お二人もまた今後も頑張っていただければと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。まあ、彼今逃走してますので、来週ですね、まあ、現れると思いますけども、その際はですね、こういったお話したということをお話しさせていただきまして、で、まあ、多分残念ながら彼 あまりですね、記憶力良くないものですから忘れちゃうかもしれませんけど、それはですね、私何度も言いますので、また引き続きよろしくお願いいたします。はい、こちらこそよろしくお願いします。はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。本日は 東海共和株式会社国内物流部執行役員石田明さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、メールを紹介したいと思います。はい、紹介いたします。はい、銭形警部さんからです。ありがとうございま す。本日のテーマ鏡ミラーといえば、今年の旧正月からスキンヘッドヘアにしている私は、40歳になる手前までやっていたので、久しぶりに最初は手で持つ鏡やネットカフェのお風呂場の鏡を見ながら、ひげ剃りで髪の毛を剃り、今では3、4日に一度ひげ剃りで徹底的に剃っています。ということで写真が来ていますけれども、さすがに追加してお見せするわけにはいかないんですが、はい、本当に なんと どんな風ですか。見て、あれスキンヘッドですよ。あ、はい、こんな感じなのかな。ん、ちょっと待ってください。ね、こういう感じならいいのかな。え、どういう感じってメールできてますけど、写真が、はい、こんなふうに、ツイキャスの話、ちょっと なんか一部分しか映ってないですけれども、はい、でも本当にね、うん、3、4日に一度ってことは本当にすごい綺麗に剃られてるってことですよね、うん、ね、出家してみたいな感じですね。はい、あれこの前ははい、ね、ラジオ、違う、オフ会の時にお会い、オフ会というかね、くもじ局のオフ会でお会いした時は、スーツを着てらして、はい、そうですね、日中サボってるサラリーマンみたいな感じですね、営業マンですね。うん、パチンコ屋で、パチンコ屋さんでサボってる営業マンみたいな感じでしたけども、沖縄大好きさんが出家って、はい、はい、確かにお坊さんに見えなくはないですよね。はい、はい、じゃあこちらの方でいいですかね、メールを、はい、お願いします。はい、はい、みそさん、ダンサーさん、王子社長様、
かっこ夢グループ風の CM 風でこんばんは。あ、こんばんは。じゃあ言い方、言い方、言い方ですね、はい、もう一回お願いします。もう一回、あ、私じゃあ変わって変わりますね。じゃあ、はい、社長、こんな感じ。違うよ、違う、全然似てないよ。似てない。ちょっとじゃあちょっとやってくださいよ。じゃあ、いや、あ、じゃあ行きますよ。はい、王子社長、似てないな。王子滑ってます。もう王子いないんですけど、なんか、はい、あのやっぱり王子いないと、うん、私たちが滑るってこと。はい、ということでですね全然違うよね。こんばんは。全然違う。はい、どうぞ。コンテナ車のルームミラーから後ろは見えないので、今バックするときはバックモニター装備車がありますが、以前はなくて軽自動車のコンテナ車の運転は慣れるのに大変でした。ヨシケイにいたので少し時間あれば化粧直しでルームミラーを使っていましたね。あれってルームミラーがないと車検が通らないからみたいですね。ルームミラーに小さなシールを子供が貼っている車もありませんか。ラジオネーム右耳の2ミリ、右に耳、右に右耳、わからないですねこれ。え、なになになに、ラジオネーム今なんでなんておっしゃいました。え、右の2ミリ、右に耳、右耳、これはえ、ラジオネームですかそれが。はい、あ、ラジオネーム右耳の2ミリ、右に耳、右右、あ、違う、右右になっちゃった。右耳です。はい、右耳さんですね。はい、すごいな、はい、早口言葉みたいですよ。ありがとうございます。はい、すいません。そしてですね、うん、王子さんがね、うん、こう思うと堂々と滑ってる王子ってすごかったんだなって、うん、あで、ヤンポーさんも、はい、王子のモノマネは無理だろうって。あ、王子の王子のモノマネだった。王子のモノマネ、王子のモノマネしつもりはなかったんだけど。王子のモノマネだって簡単ですよ。何、一言よく言うフレーズがあるじゃないですか。何何、王子はねっていう始まりが多いじゃないですか。あ、いつもああいうあの言葉で言うと、もう私ね、あの顔が険しくなってくるんですけども、でもなんか言うだろうなっていう。あのアンツバさんがスパイク履いて滑ってるみたいって、はい、あ、もう相当滑ってるじゃないですか。激滑りですねまさかのね。はい、はい、じゃあメールいきますよ。はい、はい、名古屋ネーム沖縄大好きさんからです。ありがとうございます。ダーサンさん、みそさん、王子こんばん、名古屋、名古屋、名古屋、沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、沖縄大好きです。ありがとうございます。メッセージテーマ、鏡ミラー、鏡ミラーということで、僕の好きな特撮の話、その名も仮面ライダー龍騎。鏡の前に立ってベルトのバックルにカードデッキを差し込んで変身して戦う仮面ライダー。戦う場所は鏡の世界、ミラーワールドと呼ばれる鏡の世界で、仮面ライダー同士で生き残りをかけたライダーバトル。最後の一人に残った仮面ライダーは願い事が一つ叶うといった物語です。仮面ライダー龍騎を含む仮面ライダーたちは、契約したモンスターの能力が入ったカードを使って戦うといったスタイル。契約モンスターのモチーフはドラゴンやコウモリ、コブラなど。ライダーバトルではだけではなく、龍騎を含む数名の仮面ライダーもモラーモンスターと呼ばれる怪人と戦い、人の命を守っていきます。主題歌にはポケモンのサトシの声と、現在放送中のブンブンジャーに出演している声優、松本梨香さんが担当していますということです。おお、そうか、鏡の世界でっていうところ なんですね。その、うん、今ね、いろいろその仮面ライダーのシリーズってあるんですけれども、はい、もう私は本当に V3 とかそのぐらいの大昔の時代しか知らないので、うん、ねえ、この鏡の世界で戦うっていうシチュエーションになってるんですね今。なんか今それ写真がありますね。あ、これは本当に仮面ライダー龍騎さんのあれですね、本当の。これ出して大丈夫なのかな、ツイキャスで。
大丈夫じゃないですか。じゃあこれ実際に、まあ、ツイキャスでご覧の皆様には分かるかと思いますけれども、そのこういう感じなんですね、今こう赤い姿で、ね、いろいろこう、うん、ね、年なんていうんですか、仮面ライダーシリーズも年代よって全然違いますよね。違いますよね、うんうん、あ、今やってる仮面ライダーはガッチャードっていうことで、うん、これ龍騎はいつなんですかね。うん、うん、なるほど。まあ、うちも仮面ライダーとアーマーゾーンっていうのがありましたよね、うん、仮面ライダー龍騎は平成ライダーシリーズ3作品目、2002年って、あ、もう2002年の話なんですか。あら、まあすごいです。いや、でもそれを考えたらもう何年になるんですかね。私本当に子供の頃から見てますからね、うん、仮面ライダーシリーズすごいですね。そうですね、歴史が長いですね。長いですね、はい、そうですよ。仮面ライダーを見ていた子供の頃からしたらもう仮面ライダー続いてるのに、もうすっかり私たちおじさんとおばさんですよ。すみません、年齢が分かってしまいますので。もうあ、で、はい、大久保さんが、はい、もう最近の仮面ライダーっていかにおもちゃを売るかみたいな感じになってるから、どんどん親は大変だろうなって。ああ、もうビジネスチックになってる。ビジネスチックですね、はい、で、FMJG 新一さん、ありがとうございます。特撮で鏡といえば個人的には、ミラーマンですねって。鏡がないと変身できないという。あ、うん、なるほど、ね、ということで、はい、ということで、名古屋 A を行きましょうか。行きますか、はい、はい、はい、あれ、名古屋は A コーナーですけれども、はい、鏡でちょっとね思い出したことがありまして、はい、まあ、今あるかどうか分かりませんけれども、うん、東山動植物園に、はい、まあ、遊園地があるんですけれど、はい、そこにその鏡をこう張り巡らした、何でしょうね、ミラーハウスというかマジックハウスというかありまして、はいはい、でそれが迷路になっててですね、うん、そういう遊園地の中のそういう遊具チケットみたいなのを出して、そういうアトラクション的なのを入るんですけれど、はい、それでそういう鏡張りのやつがあって、うん、迷路になってて全然出れなかったっていう思い出を急に思い出しました。おう、なんか鏡ので作った迷路なんで、要は鏡と鏡って反射してこう、ね、うん、分かりづらいですよね。分かりづらいんで、うん、子供心にその入り口から入って出口に出れなくて、本当にもう怖くて怖くて泣きながら出口を探したっていう思い出をがありましたけど、今そんなね、ああいうあるんですかね、そういう遊具ってね。あるんですかね。鏡になるんかな。なんかですね、トイレがやたらガラスや鏡でいっぱいなところがありますね。どこですか。名古屋駅のどっかのホテルだったんですけど、うん、はい、でかい丸いタワーのだったかな、うん、なんかそういったようなの見たことあって、うん、なんかね、おしっこしづらかった。あのね、うん、あんまりこうね、鏡とか ね、うん、あってもちょっと困りますよね。そういうね、幻想感はいいかもしれないですけどね、はい、現実的にね、なんでしょうね、不要なストレスを与えるなと。あれは出るものも出なくなるような、ね、本当ね、あれはね、ちょっとね、うん、ほどほどにしていただきたいなと思いますね。なるほどね、うん、いやね、やっぱりこう名古屋って面白いことに、やっぱりインテリアとか、うん、もうとりあえずこう目につくものは、うん、なんかお金をかけてるぞっていうのを出したい土地柄じゃないですか。はい、そうですね、なんかやたらに金ピカだったりとか。金ピカ大好きですよ ね、はい、なんかそういう鏡張りだったりとか、うん、なんかそういう、要はこの普段は地味なんですけれど、はい、こうパッとするときはパッとしてほしいっていう
ね、こう県民性というか市民性というかあるんで、うん、地域柄ね、うん、なんかそういうパッとする、うん、まあ今今日不在の男はパッとしないトークが多いですけども、はい、あれはどうなんですかね。結局逃走ってどういうことなんですか。うん、逃走、はい、この人、まあ、僕らから言ったら逃走なんですけど、はい、彼はもう、うん、あの逃走とは思ってないと思います。あ、なるほどね、うん、まあ今日はまあ真剣な話、まあお仕事の都合ってことですか。まあお仕事って、まあ、何やってるかよくわからないんですよこの人、うん、そうですか。FM ギノワンの、うん、ね、あのリスナーさんじゃなく、あ、ごめんなさい、パーソナリティさんで皆さん、あの住所不定無職さんっていらっしゃると思いますけど、はい、本当に住所不定みたいな男ですので。住所不定じゃないでしょ、あの、うん、住所はあるでしょ、お城に住んでるんだから。何やってるかよくわかんないんですよね、うん、ただお仕事はちょっと謎ですよね、いろいろ。まあなんでしょう、言い方変えればうさんくさいんですよね。うさんくさい、うん、ね、王子の収入源って何ですかね。ね、何で稼いでるかよくわかんないですよね。王子と、うん、あと王女様もいらっしゃると思うんですけれど、うん、そう、収入源が何かはちょっと謎なんですよね。わからないですね。わからないですね。ということで、まあこの男のことは、まあ、さておきまして、はい、まあそんなわけで、はい、あの、はい、ちょっとしたミラーのお話をしましたけれども、はい、はい、名古屋は栄養コーナーでした。はい、キウナ名古屋。王子さんが飲食店とかで急に鏡がミラー、はい、壁がミラーの時、前から変なやつ歩いてるなって思ってふと見たら自分だった時、ちょっとショックを受けるって。そう、ショックですねそれはね。で、あのヤンポーさんが高校時代に校舎のガラスから鏡から木製バットで割りまくってましたって。それスクールウォーズですね。いやでもそんな世代というかね、はい、ねえ、まあ、そんな世代ですよね。っていうか荒れる学校的な世代ですよね、きっとね。だから本当に山下真司ですよ。スクールウォーズ。で、今それが通じるのも何歳までですかね。はい、ということで、メール、そのヤンポーさんからのメール紹介します。はい、ダンサーズさん、みそさん、他一名こんばんは。こんばんは。他一名は調節ですね。ミラといえば誰しも経験があると思いますけど、風見慎吾さんのブレイクダンスです。ああ、はい、学校の体育館に全身が映る鏡を持ち込みブレイクダンスの練習をしたもんだ。ところで滑り王子は普通サイズの鏡をどっかで盗んで、鏡をアロンファで何枚かをくっつけて大きな鏡にしてブレイクダンスの練習したと巷で聞いたけど本当ね。多分間違いないと思うけどって、どんな技ですかこれ。ただブレイクダンス流行りましたよね。あの風見慎吾涙のテイカチャンスじゃないですか。そうそうそう、ね、懐かしいです ね歌えますよ。歌わないけど。歌わないけど。ここで歌っちゃダメでしょ、うん、いや、ね、確かにブレイクダンスやりました、やりました、ありましたよね。やりましたと思う、練習しましたよ、うんうん、はい。あれ私相手回ってるんですけど背中熱くないんですかね。何が？あれってブレイクダンスでぐるぐる回るじゃないですか。ああ、床を回るやつありますね、うんうん、背中熱くないのかなと思いながら。ああ、ありましたねそういう踊りもね、うん、ブレイクダンスの、はい、で、あの方向さんが、はい、王子は滑り教信者からの支援でしょって。あ、支援者ね。あ、何これ何、滑り教っていう宗教だったの？彼あれですか、うん、教祖ですか。教祖だったんだ。あ、そういうことか。教祖だったらまあそりゃね、王女様もいて収入源もあるのかなってことですよね、うん、なるほど。そうなんですね、まあうん、まあ、王女様とね、あの、まあ、支援してるかどうかわかりませんわかりませんけど。で、沖縄 T シャツのパパヤさん、ヤヌスの鏡ってドラマあったねって。あ、懐かしいですね。うん、で、あの沖縄崎さん、鏡といえばマジックミラーもありますねということで、はい、ねえ、マジックミラーありますね、はい、ありますね、ありますねって、うんうん、ねえ、まあ、あの、うん、ミラー本当に
いろんなミラーありますけども、うん、私そうですね、ルームミラー、はい、うん、今私会社の車にはルームミラー型のレーダー探知機をつけてますけどね。レーダー探知機つけてるって言っちゃっていいんですか？あ、いいですよ、別につけてますけどね、うん、あれですね、前そのミラーあれつけてたんです、まあ会社に内緒でつけてたんですけども、はい、ある人からですね、はい、あれタンサーズルームミラー勝手に壊したというふうに言われて、え、なんでって言ったら、うん、いや勝手に外して勝手になんか違うものつけてるって言われたことあったんですよね。それは何、外さずにつけれるってことですよね、うん、あれね、ちょっと知らない人いるかもしれない、いるかもしれないですけど、実はね、はい、ルームミラーをかぶせてるんですよ。あ、ルームミラーにそのレーダー探知機の鏡型のやつをかぶせる形ではめるってことですよね。そう、ルームミラーのルームミラーなんですよね、うん、あ、ルームミラーオンルームミラーみたいな感じ。そうそうそう、なるほど。だから、うん、壊したっていうふうに言われたことあるんですけど、いや、うん、壊したね、かぶせてるんですよ。なるほど。あ、そっか、でも知らない人は壊してそれをつけたと思ってる、うん、ますよね、きっとね、うん、そう思われたことありましたけども、うん、でペーターさんがね、うん、心のミラーが割れたかな王子って。あ、うん、いやいやいや、そこまでね、うん、彼は弱いものじゃないですか。彼のメンタル強いですよ。強いですか、メンタル。強いです。あ、でも意外にああ見えてナイーブだったりしませんか。いや、だってあれだけ滑ってる滑ってるって散々言われてても、うん、滑ってない滑ってないってね、言い張ってるわけですから。でしかもこうクロストークがうまくいった日なんかはね、いや今日はいい話ができたって満足げに帰りますからね。違いますよ、電話ゲストで女性の方が出ると、うん、セクハラトークができた時に、うん、やりきったって帰ってきて、うん、帰っていっちゃいますもんね、喜んで、ね、いや喜んで帰って喜んで、ね、今日はいい話できたとか言って、そう、意外に今日反省会かなって思ったら、うん、意外に満足げに帰ってって、うん、あ、彼の中ではこれは満足だったんだと思う時ありますね。そう、なんか今日はねやりきったよ今日は良かったとか言って最後帰ってきますから。ただちょっと今日残念でしたよね、うん、石田さんとこうお話したかったんじゃないかなって思うんですけどね。うん、ねえ、まあ一度ね、まあまあ何度か石田さんと滑り落ちたお会いしてるんですけども、はい、急なごぼうの時もですし、またそれとはまた別の時もねお会いしてますからね。いや、ちゃんとですね、喋るときは喋るんですけど、うん、本当はあれじゃないですか、うん、東海協和さんとのこうお話しするときって、うん、王子の仕事の部分の真面目な一面が見れたはずなのに、うん、なんで今日こんな感じのときいないんですかね。ただね、うん、私隣で聞いてるときあるんですけど、石田さんとお話しした時、あ、はいはいはい、すごい真面目な顔して喋ってるんですよ。はい、どんな話されるんですか。いや、正直ね、何言ってるかよくわからない。ちょっとどういうことどういうこと何言ってるかよくわからなくて、うん、すごい眉間にしわ寄せて真面目な話してるんですけど、うん、いやでも最後石田さんとお話しするってことは物流の話とかじゃないんですか。いや、物流だけではないんですけども、うん、話の時に何が言いたいんだろうなっていうのはたまにあって結論の着地点が見出せないんですか。ないですね。あ、でもそれを石田さんが聞いて、石田さんはどんな感じなんですか。なんでしょうかね、うん、まあ、まあうまく対応されてるなとそれは何、石田さんが大人の対応されてるってことでいいんですか。大人というか、まあ、うん、まあ社会人としてのあるべき姿じゃないでしょうか。パパヤさんが、はい、強化ミラーハートって。あ、本当にね、強烈ですよ、うん、強烈ですか、うん、はい、はい、ということでね、そんなお話をしてたらエンディングになりましたよ。はい、じゃあエンディングです。はい、来週のテーマは食事会です。食事会という名の飲み会はよく行く超豪華ランチ食事会へ行きたいなど、皆様の食事会エピソードをお寄せください。この番組は陸上海上輸送一貫サポート名古屋東海協和、経営者様のお困りごと相談は
リテールクリエイト社会保険労務士法人相続等でお困りごと相談は税理士法人ベスタックス個人スポンサーさんです。グランレイナさん、名誉総裁賞を受賞の首里饅頭那覇首里中村製菓、アートワークウェブサイト FMJG、 お小遣いで買えるお菓子がいっぱい那覇市永田、おやつと軽食の店夢屋、タイ古式とオイルリンパトリートメントのリラクゼーションサロンなごみ、ネットワークカメラ録画システムのことなら D グラッド、個人スポンサーさんです。真っ赤なメルセデスさん、以上の提供でお送りしました。はい、今週もお聞きくださいましてありがとうございました。来週はきっと王子来るかな。はい、はい、まあ、来てください。はい、FMJ新司さんがダンサーズさんのスポンサー紹介は安心感がありますねということで、沖縄大好きさん王子カムバックということで、来週も聞いて、いや、はい、今週も聞きくださいましてありがとうございました。 ということで、はい、王子ないのどんな感じですかね。まあ、なんでしょうかね、確かにまあ、メールを読んでいただいてるというところもあるんですけど、はい、なんでしょうね、ヒヤヒヤしない。ヒヤヒヤしないですか。ちょっとやっぱり寂しいかな。あ、そうですか。はい、私はまあ、なんでしょう、ヒヤヒヤしなくて漢字が読めないところを聞かれるとか、ね、漢字が読めないのヒヤヒヤはないですね。はい、はい、そういった何でしょうか、緊張感はなかったんですけどもちょっと寂しいかな。でも、あ、寂しいですか、うん、まあ、来週は来るかと思いますので、はい、来週は王子来るかな、はい、また来週です。ありがとうございました。来週食事会のテーマです。ありがとうございます。王子戻っておいで。